はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、マヨネーズって知っていますか？肉、魚、野菜、ライスにパン、何にかけても美味しい調味料といったらマヨネーズですよね。今回はそのマヨネーズを深掘りして一から作っています。それでは早速やっていきましょう。最近ますます寒さが厳しいです。カロリーの消費も激しいので補いたくなりますよね。カロリーが高いものといえばマヨネーズです。どうせならってことで今日は一から作っています。意外にもマヨネーズは簡単な材料から作ることができます。マヨネーズとは食用油、酢、卵を主原料とした半固体状のドレッシングです。語源は諸説あるそうですが、一番有力なのが18世紀に現スペインの地中海に浮かぶメノルカ島のマオンという町で作られたソースを、フランス人がマオンのソースとしてフランスに持ち帰り、マオンの意味するマホネサと名付けたのが語源とされています。日本にマヨネーズが誕生したのは、そこからおよそ160年後に現在のキユーピーの創業者である中島さんが日本に持ち込み、1925年3月に製造が開始されたそうです。それが今なお愛されているキユーピーマヨネーズです。今回はこのキユーピーマヨネーズには寄せず、普通のマヨネーズを作っていきます。まずはボウルに卵黄を入れてかき混ぜます。そこに塩と酢を加えて混ぜ合わせたら油を加えていきます。一生懸命かき混ぜていましたが、こいつの存在を忘れていました。ハンドミキサーを使ってかき混ぜます。一瞬でした。完全にマヨネーズになっています。それでは比べてみましょう。右が普通のマヨネーズで、左がキユーピーマヨネーズです。色は普通のマヨネーズの方が濃くなりました。若干ですがキユーピーの方が硬いです。味は自分で作った普通のマヨネーズの方が滑らかで、キユーピーより塩気があり、酸味は抑えめで卵の味が強いです。キユーピーは尖った酸味があり、使う料理によってどちらもありです。完全に好みですね。どちらも美味しいです。今回はこれを使って鶏もものマヨネーズ焼きを作ります。まずはボウルに鶏もも肉、普通のマヨネーズ、島田の醤油ダレを入れて1時間くらい漬け込みます。次に片栗粉にまぶしてフライパンで焼いていきます。最後に和えるソースを作ります。ボウルに普通のマヨネーズ、ケチャップ、酢、塩、ブラックペッパー、ホワイトペッパーを入れて混ぜ合わせます。ここに先ほど焼いた鶏もも肉を和えます。お皿に盛り付けてパセリを振りかければ完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。今日はミノービールさんの販売しているバイゼンを飲んでいます。このバイゼンは小麦麦芽を 50% 以上使用した南ドイツのバイエルン地方が考案したビールスタイルです。色は白濁した黄金色で、香りは抑えめでクローブっぽいスパイシーさとバナナっぽい甘さがあって美味しいです。苦味はあまりないのですっきりと飲めるビールです。鶏肉と相性が良さそうです。それではマヨネーズ焼きを食べています。これはご飯のおかずにぴったりです。マヨネーズは裏切りません。卵からできたマヨネーズと鶏ももなので、これはもうほぼ親子です。日本ではマヨネーズを使用したピザやマヨラーって言葉があるくらいにマヨネーズ大好きな国ですが、海外から見ると火みたいです。それは日本のマヨネーズは卵黄のみを使うタイプのものが主流で、一方世界的に見ると全卵タイプが主流なので、日本のものとは風味が異なるそうです。ちなみに世界で一番マヨネーズを使用するのはロシアだそうです。ロシアのジョークで、マヨネーズをかければゴミでも食べられる、いやマヨネーズをかけないのは紅茶だけと言われるほどマヨネーズを消費するそうです。その振り切ってる感じ嫌いじゃありません。やっぱりロシアは寒いのでカロリーを補うマヨネーズがうってつけみたいです。マヨネーズとウォッカがあれば寒さもしのげます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。マヨネーズいかがでしたか？最近の10代のアルバイトの子がマヨチュッチュを知らなくて年取ったなと感じました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。